こんにちは、ジョージ石原です。今回はプラレール E3 系秋田新幹線こまちを紹介したいと思います。では早速開封していきます。僕、秋田新幹線こまちです。よろしくお願いします。中に入っていたのはプラ電車カード、説明書、そして秋田新幹線こまちです。いやー、やっぱりかっこいいですね。このピンクのラインと白いボディ、いいですね。では先頭車から見ていきます。いやー、こまちのこのマスク、いいですよね。こまちは単二電池で動くようになっています。続きまして中間車です。なんかこの色合い綺麗ですよね。そして後備車です。では電池を入れてみたいと思います。今回は単二電池を使わず、単三電池を単二電池でも使えるようになる電池アダプターを使いました。あと2段階にスピード切り替えできるようになっています。では走らせてみます。では行きます。やっぱり新品のプラレールは結構速いですね。ではそろそろいろんな電車も走らせてみますね。いかがだったでしょうか。チャンネル登録お済みでない方は、画面右上にある登録ボタンよりお願いします。スマートフォン、タブレットの方は動画下にある登録ボタンよりよろしくお願いします。ありがとうございました。